今日もありがとう。はい、こんばんは、うさです。今夜始めていくのはこちら、ドラゴンクエスト消し消しから、ドラゴンクエストモンスターズ3イベント、魔族の王子とエルフの旅、そろそろ終わりかなって思っております。ちょっとね、ご無沙汰してしまったんですけれども、はい、なんか途中にちょいちょいと並行してちっちゃいイベントを挟んでしまったのでね、この本編である方のイベントの方がちょっとご無沙汰してしまいました。なんとか、はい、エンディングまで走り抜けられそうです。はい、ピサロとロザリーのお話なんですけれども、ま、モンスターズっていうこともありましてね、やっぱりモンスターのいっぱいメインで出てくるお話なのでとっても楽しみだったんですけどね。で、ドラゴンクエストのこのガチャ、ドラ消しのガチャ、こちらの方も結構ぶん回したんですけれども、なかなか振るわず、ま、でもね、欲しかったところは抑えられたのでよかったかなって思ったりはしてるんですけどね。いや、なかなかね、難しかったです。このね、イベントがやっている間にですね、このドラゴンクエストのイラストレーターさん、はい、メインイラストを担当されていた鳥山明先生がですね、お亡くなりになるという訃報が入ってきたりとかしてね、かなりちょっと気持ちが落ちてしまった部分もあったりもしたんですけれども、はい、まあなんとか気を取り直して、だからこそ鳥山先生の作ってくれた、デザインしてくれたこのね、スライムたち、ほんとね、このスライム私大好きなんでね、この雫型のね、可愛いスライムをね、生み出してくれたのはやっぱり鳥山先生なのでね、ちょっと本当にお悔やみ申し上げますだったんですけれども、かなりショックでしたけど、はい、なんとか持ち直して頑張って進めていこうと思っております。はい、つってる間にピサロが優勝してるよ。ほんとね、このドラ消しのストーリーの進みの速さはちょっと逸してるものが、何かを逸して飛び出してしまった部分があるんですけれどもね、はい、まあなんとかこれで進めていけそうなんだけど、でもなんだろう、肝心なところがこうあまり語られることもなく、はい、終わってしまったわけでございます。これがエンディングか。まあでもまだ続きがあるっていうか、これね、プロローグみたいな感じの終わり方だから、次回に、次に期待ですね。うん、はい。で、今回このね、行われてるコンテンツの方が、消しコンと強敵チャレンジが用意されているんですけれどね。強敵チャレンジ、いや、本当に強敵だったりするし、消しコンもね、なかなかちょっと大変だったりしたりするんですけれども、ちょっとね、ここら辺も遊んでみようかなって思ってます。っていうかね、これの、それらのね、この、強敵チャレンジだとか消しコンとかのご褒美でもらえるドラ消しがやっぱりね、欲しいので、できる限り頑張ってみようと思っております。つってね、時間がなかったりするのでね、私が何しろできる時間っていうのがね、このスマホいじれる時間がそうそうなかったりするのでね、通勤時間とかを利用してやっているわけなんですけれども、うん。3キャラも抱えてたりとかするし、あとね、やっぱり、プレイヤースキルが若干足りないのでね、惜しいところで、電車の乗り換えとかね、あったりして、消えてしまったりとかね、それを繰り返しながら何度か、ちまちまと、はい、
牛の歩みの呪い、呪さで頑張って進めております。あ、これかわいい。あ、フーライスライム。もうほんとね、この鳥山さんデザインのねモンスターたちが愛すべきデザインなのでね、いやこれ神でしょ。ほんとにこんなデザインは鳥山先生だからこそ生み出すことのできたデザインだと思うんですね。だからそういう意味でね、このドラゴンクエストモンスターズとかね、あのタクトもそうなんですけど、ドラゴンクエストタクトっていうゲームのあのアプリゲームあるんですけれどね、こちらの方も私ちらっとちょっとだけ触りやって、あったかな、アーカイブ、うん、なんかそうやって残してたりはしてるんですけれども、ちょいちょい触ってはいるんですけども、いやーほんとね、このドラクエの魅力の一つとしてはキャラクターもいいし、音楽もいいし、ストーリーも最高でも、やっぱり何が一番すごいなって思うのは、この敵モンスターが、うん、怖い、強い、苦手とかだけじゃなくてね、なんかね、愛嬌あったりね、なんだかね、すごい心に残ったり、もしくはすごい好きになっちゃったりとかするぐらいね、魅力のあるモンスターが多いっていうのがやっぱりドラクエの特徴でもあると思うんですよね。だから私も結構ゲームが好きなので、いろんなゲームを結構触ってるしやってるんですけれども、あーもうこれ絶対勝てない、絶望みたいな感じで、うん、もう最初から腰が逃げてしまうような敵もいますし、あるいはもう生理的にこのデザイン受け付けらんないって思うようなのもたまにいるし、モンスターハンターなんかはね、もうリアルすぎてもうおしっこ漏れそうなぐらい、あ、女王みたいな感じな感じの、見ただけでもそんな感じになってしまうような敵とかもいるんだけども、そういう中ではね、このドラクエのモンスターっていうのはやっぱり本当に、うん、どこか憎めなかったりとかね、あ、可愛いって言ってしまったりできながら思わず惚れてしまうような、あの人外なのにね、はい、私そういうのちょっと好物なんでね、どうしてもあのちょっと人型よりも下手すると好きみたいなところがあったりするのでね、やっぱりドラクエそういう意味でも最高。だからね、このねモンスターズとか本当に私はかなり好みだし、おすすめできる、あのポケモン、ポケモンって言ってしまったらあれかもしれないんですけども、ポエさも多少残しつつみたいなところもあるのでね、そういう意味でも、うん、幅広い年齢層、性別、そういったものをこう飛び越えてファンが多くできるところなんじゃないかな、ポイントなんじゃないかなって思ったりもしてるわけで、うん、だからこのモンスターズのお話はもっと突き詰めて今後広げてもらえたら嬉しいなって思ったりもしてるし、まあドラケシなんでね、多分ほんとね大粒なところだけ抑えて話進んでちゃうとは思うんですけどね。で、そういったものも含めて、やっぱり、鳥山先生のことはとても残念だったと思うし、心にちょっと傷が残ってしまうような出来事ではありましたけれども、まあ時期が時期でちょうど重なってしまったので、ここで改めて、はい、お悔やみ申し上げますというか、ご冥福をお祈りしますって言ってしまってもいいんでしょうかね。はい、そんな気持ちで今回は収録させていただきました。はぁ、ということでこんな感じかな。ありがとうございます。ミッションの方もなんかあのぼちぼちとクリアしていこうと思ってます。で、これが今回もらえるポイントでもらえるあのドラ消しだとかアイテムだとかなんだけども、あ、これそう、ホワイトデーのイベントがちょうど並行してやってたんですけれども、
これでなかったんだよな、やっぱり。すごい欲しかったホワイトデー髪を。かっこいい。めちゃくちゃかっこよかった。書いたら出るっていうのもあったのでね、ジンクスがあるのでね、書きたかったんだけど、ちょうどね、もう本当に仕事が忙しい時期でね、なかなか追いかけまで時間が回らなくて、書かなかったからやっぱり出なかった。いや、それだけじゃないとは思うけど、出なかった。結局出なかった。なんなら去年のこのね、ホワイトデークリフト、これも、無理だった。出なかったし。クリフトな、全然書いてないもんな。あ、ククール、ホワイトデークールも出なかった。っていうか、ホワイトデーは、でもホワイトデーに限らないか。バレンタインのローラ姫も出なかったしな。今年の、もう出なかったし、バレンタインのね。しょうがないか。そういう意味では。私の多分、くじ運だと思います。ガチャ運。本当にね、なんかね、地を這うような感じの、スコアで出ないので、もうロザリーも、普通の方のなんかロザリーではなんとか頑張って出たんだけどな。タヌキ、タヌキも出なかった。X でちょっと話題になってるタヌキ。なんか来そうで来なかった。私のことだからこの辺とかの方が先に出るんじゃないかと思ってたんだけども、なんとピサロの方が先に出ました。いや、欲しかったし、嬉しいんだけども、なんでなく自分の予想では、タヌキとかの方が先に出るんじゃないかと思ってた。はい。ということで、今回のウサピヨノス、ドラゴンクエスト景色史から、イベント、ドラゴンクエストモンスターズ3、魔族の王子とエルフの旅、はい、お送りいたしました。また、次のやつもすぐに上げていこうと思うので、よろしくお願いいたします。今回もご視聴、お付き合いありがとうございました。X の登録などもお待ちいたしております。では、またね。